こんばんは。インスタ見てね。こんばんはです。高橋彩香です。さっきね、30分前ぐらいにインスタのリールの投稿をしました。見ましたか？まあ私が配信終わった後もね、全然何回でも見てください。いいねとコメントと保存もしてくれたらと思います。そうなんですよ、なんかすごいエフェクトをなんか使ってみたんですよね。なんだろうこれと思ってポチッと押してみたら、なんかいろいろあって、でなんかいろいろやってたら、そう、素敵なエフェクトがあったんで、それをね(笑)いい感じにこれから使っていけたらいいなって思った。投稿した瞬間にね、そうトロブさんからいいねが来ました。ありがとうございます。そうそう、新しい技で覚えた。そうトロブさん嬉しいです。めちゃめちゃ、そう投稿してね、なんか本当に反応がないとさ、これどんな感じなんだろうなって分かんないからさ、自分じゃコメントとかいいねとか見て、あ、そんな感じなんだなって思ってます。とりあえずなんか9時が一番なんかゴールデンタイムらしいので、9時に投稿してみたのでどうなるか、ね、レベルアップしたかも。全然なんともない動画ですけど、なんともない見てねー。語彙力なくなるほどの動画でしたか？よかった。あ、クラコンね、昨日そうリアタイしましたよ。でね、もうね FOD と TVer で2週間無料で見れるんで、見た方もいらっしゃるかと思うんですけど、そうです、もう見れますよ。もうねめっちゃね笑いました。やっぱり笑うね。髪ってましたか？私もうでもなんかおのおのがさ味を出してましたよね。思った、なんか高尾さんの紹介の時さ、そう変化球って言われてて
私変化球なんだってなりましたね私変化球なんだな。そう、なんか自分今回一発芸ね、また違うやつをしたんですけど、それがなんかくるくるの伏線回収になってて、謎のなんか連携を見せました。謎の連携、まさか伏線回収。そうなんですよ、意図せずとも。そう、まだ見てない、見てみてください。あとね、そう、最後の最後にね、重大発表もあるんで、まあそれもねまあ私もその重大発表の伏線をツイッターの方にね残してたんですけど、ヒントがあります、私のツイッターに。そう、見てみてくだされ。FOD か TVer で2週間無料で見れます。でもちゃんとあーってシュールだけど、最近本当になんかファンの方が喜ぶようなさなんかグッとくる選手権とかいろいろあるし、そうなんですよ。でもいろいろ他にもねやったんだけどね、寝言とか寝言とか強そうな言葉とか結構したけどね。きっとあのね、私たち4人の取れ高が（笑）あったのかなみたいな。確かにツイッターに上がるかもしれない用あるかもね。もうおのおのが個性をもう放出してますから、そう、いや面白かった。そう、予告にもあったんですけど、あのね、あのかっこいい、かっこいいポーズ選手権みたいなのもあって、なんだっけ、かっこいいポーズ、それもね楽しかったですよ。誰が優勝するのか、あ、だるまさんが転んだ、かっこいいポーズのだるまさんが転んだ。そう、私はね、そうなんですよ、その時はそのポーズにこだわってて、そのポーズで全部なんか優勝したかったけど、まあいろいろありました。だから本人めちゃくちゃあの素であのびっくりしてます。こんな感じだよん。
転んだって言われて動いてたの私確かにすぎるわ。まあまあ2週間見れますからね。リール、あ、そうだよ、今回自撮り。本当ですかね。しかもなんか、なんだろう、私がすごい、なんかすごい人かのようななんか感じになってた。そんなって思ったけど、てかね、昨日もね、昨日配信終わってからもね、いろいろ動画撮ってみたんですよね。だけまた載せるかも。どうして撮ろうと思ったか分かんない。なんか撮ろうとして、なんかね、あんまり意識せず気にせずにいろいろなんかやってみてるんだよね。その中からなんか5秒とか7秒とか切り取ってる。そうそう、なんとなく直感を大事にしています。直感力。そうなんだよね、短いのもいいけど、なんか時々長いのも載せようかなと思って。うん、そんな感じ。そうだね、キメ顔ではないね私結構キメ顔多いんですけど、キメ顔ではない感じ。うん、そうなんですよ。開けました。おお、配信中は決めてない配信中は決めてない。それはやめて、それはやめて意識しちゃうじゃん。でまず決めてないのもおかしいけどね決めるもんだよね。てかアイドル配信、世界配信しといてどういうことどっちにするよね。まあいいか決めてるよね。でもたまに決めてるわ。ありがとう。ライト使ってない。ちょっと暗い気がする。だからちょっと引きになったらね、暗いんだよね。朝やんいつも見てます、ありがとう。朝やんやってます。ヤンマがね、折り返し地点来てない。折り返し地点
あの日曜日まであと4日ですよ。皆さんお忘れではないですか。あ、ありがとう、コメントありがとう。日曜日の深夜、土曜っていうのあれなんていうの、とりあえずそう7月2日です。そう、まずは10日間だっけ、10日間無料のやつをいっぱい見る。1週間かで、10日間があれだね、有料だね。1週間無料のやつをみんなでいっぱい見て、まあその後見ていいけどとりあえずそう気持ち、無料のいっぱい見てって感じです。そうだね、有料はあれだよね、10日ずつだもんね。ワンサイクルがそう10日だから、そこはもう見たら感じだよね。ただ無料はそういっぱい見るとポイントになりそうですね。初の課金、え、そうなんだ、高尾さやかで、うん、有料コンテンツ、そうとにかくたくさん見ようかなって、自分も自分で見ようと思ってるよ。10日おき、そう有料は延長ってやつ、ふんふんふん、有料ありがとうございます。インスタ私も課金、うん、しようかな。とりあえずね、もうドキドキ、ドキドキよ。ドキドキしてる。ソログラビエはだから公開されてるやつだったら2回目だからさ。ドキドキしてる。しかもさ、ウェブだからなんかさらにドキドキだよね。ウェブってすごいな。でも絶対素敵だと思うので楽しみです。またまた言います。日曜日、日曜日有料込みで35ページ、すごいね。ええ35ページ、すごい。35ページすごい、ね、なかなかないですよ
すすめ、わかんないけどね、実質本当よね、写真集ですよね、のような感じですよね、本当。35ページも個人ですからね。そうです、土曜日の夜、うん、土曜日の夜、イエーイ、いやすごいんですよ、だからほんと、まあ多分土曜日の夜は配信してるだろうし、ん？してるかな？イベントがあるからわかんないな。そうですね、わかんない。何も書かれてない。そうですね、東京にいますね。どうだろうか、前髪めっちゃ切りましたよ私。めっちゃ切った。イエーイ。いますね。うん。でもちょっと切りすぎたかなって思ったけど、まあいいか。うん。いつも言ってるっけ。インスタ見て見て、もっと短めでもいい。嘘、いやギリだなこれがギリ。多分公園とかしたらちょうどよくなるんですよね。そう、汗かいて濡れるんで、ありがとう。あ、そう、足ね、治りました、なんか多分全然自主練にしてもレッスンしても、うん、なんだろう、
なんか多分なんだろうな、曲げすぎたらピキるけど、自主練するできるぐらいなんで全然大丈夫ですね。なんかね、朝起きてすぐね動いたらね、なんだろう、なんかピキるんだよね、よくわからん、なんか調べてもよくわからんかったっけ。まあいっか、固まってるんか。そうそう、ありがとうございます、頑張ります。ねえ、なんかあるんやろね、体操しなきゃね。すごくね楽しみにしてますよ。久しぶりだもんな公園、いつぶりかな。あ、そっか、私そうだ、3週間だちょうど3週間前ぐらいに、そう、膝をどうかさせてしまったんで、覚えてるわ。だからちょうどそう、3週間安静にしてくださいって言われて、ほんと3週間ね、フラワーフェスティバルもあったけど、そう安静にしましたんで、そう、よかったですね。安静、なんか時々ね、まあいろいろあったけど安静にしましたね。そうそう、レッスンもね、時々ちょっと踊ったりしたけど、座ってましたよ。ちょっとなんか音で確認するってなった時に、私も踊ってみてみたいなしたら、ちょっとマネージャーさんの目がちょっと、ん？え？みたいな感じになってるのはちょっと伝わりました。だから安静にしましたそうなんですね。そうよかったですね、本当に。そういう目がないと、私やっちゃうんでまあいいやろうと思ってやっちゃうんで、そうそう、よかったですね。そう痛いか痛くないかの確認とかやってたりね。でもよかったな、本当に治って。イエーイ。髪の毛光ってた？インスタかな？
一時、いや一時はね走ったら痛かったって感じですよ。リール投稿してますよ、新しいの。成長痛いいね。でもさ、成長痛ってめっちゃ痛いよね。なんかもう今ないけど今ないけど、なんか昔は成長痛すごい痛かった気がする。え、前はありました、前っていうか昔はありましたよ。え、ないものなの？ある、あるものよね。ない人もおるの？あ、そうなんだ。私めちゃくちゃありました私めちゃくちゃあった。え、そうなんだ。なんかほぼ毎日ぐらいあった日、あった時期ありましたよ。時あった。これは成長痛かって思った。頑張ってたけど。なんだろう、足、膝の下が痛かった、ずっと。膝の下ってなんていうの？すねか。え、すねっていうね。すねが痛かった。寝るときだけ、しかも寝るときだけすね痛くて。そういうもの。成長してたんだね。あと心臓が痛かった、中学校の頃。心臓がピキってた。動悸じゃないんだよね。なんかね、ピキる。ピキるやつ。なんか急にね、来るんですよ。急にそう、ピキって、うってなんですよ。それがね、結構あったから、病院行ったら心臓がなんか成長してますみたいな時期に治りますみたいな。あ、そうなんだ。だけどもしかしたら私も心臓がちょっと成長期ありました。お、同じ人いるね。でも多分病院行くだけでも安心するよね。あった？うん、聞いたことない。あ、時々いるね、会った人。一緒や。今なくなったよね、ピキることは。なんだ、わかんない。私どうなんだろう。
病院行けんの？病院行くの怖く？怖くない。注射は怖いけど。くだらないとかな。面白かったよ。ありがとう。心臓ピキる。あ、そうなんですか。自律神経もあるの。頭痛の時、いや頭痛の時は多分ね、普通の頭痛。背中ピキったらやばい。あ、そうなんですか。背中ピキったことないな。え、背中ってピキる？ピキる？どうなんだろう。確かにピキるって何？え、背中、え、ピキったことある？やばいじゃん。背中、え、背中ピキってる人結構いるやん。やばいやん。やばいやん。大丈夫？大丈夫そうですか？私は背中まだピキってない。気をつけてください。腰やばそうだね。私もちょっとちゃんと直さなきゃ。スラムダンク。30年腰痛持ち。そう、私はそう、腰、ぎっくり腰なりそう、なりそうで、あと首も、ぎっくり首もなりそうらしい。皆さんも今のうちに直せるものを直しておきましょうね。私も直すわ。怖いな。健康診断してないんだよね。だからずっと健康診断してない。来年こそしよう。健康診断って毎年、え、いつもやってるんか。季節とかないんか。
とん。そう、私もね、もともとそうなんですよ、1年に1回やってたけど STU 入ってからはやってないね。で、インフルエンザってなんか、インフルエンザってさ、なんか名前すごいね。なんかやばそうな感じがする。うん、やばいしね。なったことあるよ。インフルエンザは3年に1回。なったことある？そうなんよ。なんかやっぱ3年に1回なんかなるんですよね。インフルエンザと知恵熱。しかもね、中学校の時はなんか吹奏楽部に入ってて、それの結構大事なコンクールの前日に急に体調悪くなったんですよ。私急に前日に体調悪くなったから、ちょっと具合が悪いですって先生に言いに行ったら、なんか多分仮病と思われて、なんか本当かみたいな なんかコンクールがなんか怖い人みたいなえってなって、で帰ってみてなんか決めてみたいな、なんかなんだろう、微熱だったら明日来なさいみたいな微熱だったっていうか、なんか来れそうだったら来なさいみたいな、みたいな言われて、でももうや結構きつくて、わかりましたって。でお父やんに来てもらって、車で、でめっちゃきつかったから病院行って、で先生もなんだろうなーって感じで、まあとりあえず絶対に、夏だったよそれがね、夏にインフルにかかる人はいませんからね、うん、まあ一応検査しておきましょうって言われて、鼻にの検査してちょっと経って、なんかちっちゃいベッドみたいなところに寝て、検査の結果出ました、インフルでしたもうその場にいて誰もが「みたいな、私も「と思ったし、絶対お父やんも「と思ったし、もうでも帰る頃にはめちゃくちゃしんどくて、もうすぐ寝たよね帰った。そうだ、でも誰にも映してない、謎だから誰にも映してないし本当に謎、自分しかもどっから来たんかもわからんし、そうなんですよ、どっから来たかもわからん。まあよかったよね、映してなくて。そういったことがあった。だからね、そう、そのコンクールはね、まあ出れなかったんだよね。
でも別に出れないことよりもとりあえずきつくてもそれどころじゃなかったよね。でも次からはちゃんと出ました。そうなんだよね。確かに3日か4日ぐらいでだんだんあれですよね。下がっていく。でも今なんかあれだもんな、薬がすごくて進歩してるんだよね。インスト見ました、ありがとう。そうそうそう、夏、でも多分夏も悪寒がすごいと思う。夏だとしても寒かった気がするな。なんか私いつもさ、おかんって言ったらさ、そのなんかあのおかんみたいなさ言う人が絶対に、なんでこんなに10人ぐらいいるんですか。これは何なの。なんか絶対いるんですけど。え、しかも毎回なんですけど、え、なんで。そう、あとはあれ、なんか愛知でライブありますとか言ったら愛知。え、なんで、なんでなの。え、なんでなの。言わせてあげてって何。言わせてあげてって何。あ、言わないともう、あのもうそういう感じ、言わないともう。あ、そういうことね。ごめんごめんごめんね。なんか何。いや、ちょっと疑問に思っちゃって、ごめんごめん。いや、そう、なんか毎回、いや毎回そう、10人ぐらい絶対いるからね。すいませんね。あ、スルーでいいんですね、こういう時。了解です。じゃあこれからはね、スルーします。あ、恥ずかしい恥ずかしいと思って。でもスルーもかな、スルーも寂しいんでしょ。じゃあちょっと反応しますね。あー、反応します。いや、ほんとそうね。まあ、今回は結構大々的に言いましたけど、そういうことか。そういうことね。あんまないよね、確かに。おかんチャンスね、確かに。あんまないもんね、なかなか来ないからな。インスタ見たらどうなるの？どうなるかな。とりあえず
リール投稿したからね。見てねって感じ。確かに、確かにどうにかはなると思います。どうにかはなるかも。え、着きました。すごっ。本当にそんなパワー持ってるの。すごいな。3点セット。はあ、面白いなこの世界は。そう、いつかね、いつかも、それね、いつかしますって言ったらね、いつかにしてくれるのみたいなやつね。あとあれね、5時に配信しますって言ったら、朝の5時、5時配信話の流れからして絶対に夕方の5時なのに朝の私はこんなに1200日もうすぐ1300日くらい配信しといて、まだこのあるあるに笑えてますよ。大丈夫です。まだそう、大丈夫ですよ。そんな冷たい目で見ませんから。うん。そうそうそう。そう、すんとはならない。すんとはならん。確かにスンってなるのも好きな人いるよね。でもね難しい本当かといって、そうだよね、そういう目で見られたいっていう人もいるからな。難しいな。嬉しいって人いるもんな。それが、難しいな。ね、本当よね。確かに確かにね。面白い。ね、そう、確かに私は爽やか優しく可愛くなんで。うんと、冷静に考えてみれば自分で言ってるからね。爽やか優しく可愛く。自分で言ってるもんね。でもそうするしかなかったよね。ほんと言ってしまえば、さやかでなんかちょっと作りたくて、で押すしかないやんって言ってるから、ちゃんと理由が欲しくて
だからこそ薄しかないやみたいな。でするとしたらもう爽やかと優しいと可愛いしかもね、ちゃんともうそうするように努力しますというのもありますよ。そうせん努力します、そうしかないやんみたいなみたいな、そういう意味、そうそうそう、ちゃんと爽やかなんですよ。そうなんですよ。ギャップありますか？確かに爽やか。他にないもんね。爽やかやっぱ欲しいでしょ。STU として。で、やおの優しいしか。かもなんか、うん、かわいいです。確かにキャッチフレーズの時ちょっとね、自分ね、そう違う境地にいるんですよね。だからあんま覚えてなくてさ、すごいよね、自己紹介できるもんだね。絶対できないと思ってたよ。一番好き、嬉しい。そうだね確かに。本当よかったね、それしかないやん。さあやーんが聞けてめっちゃ嬉しいわ。皆さんの声それな、コールありライブ初、おお、いいね。のぶとくて、いや、のぶというのいいと思いますよ。やっぱ自分の名前のコールはのぶとい、のぶといっていうか大きいと嬉しいですからね、聞こえてくるからさ。いや、いいと思う、うん、ナイス、ナイスだと思います。そうなんや、私結構そうライブ中はなんかちょっとその曲に入り込んじゃう時もあるから、そういう時にその境地にいても聞こえてくるほどのなんかコールっていいですよね。みたいなね。ね、どうやって練習してんだろうね。思った。
まあなんかあるんだろうね、そういうのが。慣れてくるよ。まあ自由に自由に。かわいいポーズって言われたらちょっとさ。別に意識してないんですけど、かわいいポーズしようと思ってやってないんですけど、ちょっとはい休憩しようかなみたいな。休憩しようかなと思ってた。悩み事？パッて言われたらね、出てこない。いいことや。昨日も寝れた。もう最近寝るのが楽しみで。いい傾向だよ。睡眠大事って急に気にしだす前髪や。寝るコツつかんだ。寝るコツ、なんか力を抜いて自分の好きな景色のイメージをする。何も考えない。そうです。携帯、あ、でもね、携帯見てる時もあるんだよね。でもふふふ、寝る前携帯見てて、あ、寝れるかなと思ったけど寝れた。好きな景色？無音だよ。好きな景色は、私は森か星空か草原。だよ。そう、昨日空めっちゃ綺麗だったんですよね。
いいですよ。星空見たいな、オーロラ見たいな。なんかまだ行ったことない場所に行きたい。どこでもいい。どこでもいいけど、とりあえず。なんだろうな。外国はね、行きたいですね。絶対ね、あれだもんね。みたいな。パスポート持ってないね。だけめちゃくちゃ睡眠時間がなくて、もうすぐ眠れますって時に飛行機乗って爆睡して、気づいたら着いてましたみたいな感じがいい。なんかね、あれだよね、自分が今どこにおるかわからない時期あったし、あの感じがいいね。あの時はすごかった、去年の12月は。自分がどこにねいるかわかんなくて、朝起きて、ここどこだ。なんか自分の家と思って起きたら違うし、そうみたいな感じだった。自分の家と思ったら、あ、ここ東京かみたいな。そう、分かんなかった。で、そう、あ、今、あ、実家かみたいな。なんかちょっとね、あの起きた瞬間ちょっとなんか不自然っていうかさ、ちょっとどこって一瞬になるんですよね。どこ、あーあーみたいな。すごかったよ。出張多い方とかそんな感じなんかな。何連泊、何連泊だったかな、あの時2週間。1週間、10日ぐらいかな。10泊
東京からの沖縄とかそんな感じだったような。でそのまま沖縄から福岡に帰ったような気もする。いやすごかったよね。去年の12月東京ん福岡東京福岡広島東京宮城広島東京広島11月はこれはどこだ。広島かな。広島福岡大阪福岡大阪福岡長崎広島名古屋福岡広島東京沖縄福岡11月もやばかった。10月はオンライン話し会。花だれオンライン話し会花だれ公演ブルーライブ広島。広島これは東京だ。東京豊洲ニコドルアイドルガーデンチャートリアイドルコンテンツエキスポ。東京で3日間フェスで、あ、ガルアワガルアワがあってピューロランドがあって今思ったらやばいね。待って、これやば、これやば。これやばいね。1週間でもうとんでもないことをしてる。今言ったの全部1週間やん。花だれ公園、花だれ公園で次の日あの PR 舞台の投資のレッスンが何時間だ9時間してて、で次東京で3日間フェスしてて、で次の日ガールズアワードのリハーサルしてて、その次本番で、で日曜日ピューロランド、でその次全国ツアーかなが待って神奈川も待った、ね、やばいね。立ち位置ごちゃごちゃだろうね。だってこの中にさチャートリとかも入ってるから6人バージョンと7人バージョンとゴッツになってると思う。で
広島戻って、そして次は2期の3周年のレッスンが入ってました次は2期の3周年のコンサートのレッスンがあって、そして花垂れ公演してお話し会があって、これすごいぞ。昼前直送便があって、3周年コンサートの投資があって、その次の日はドットエールフェス、埼玉でフェスがあって、その次の日は2期の3周年コンサート本当に私本当にこれで、次の日からは1週間稽古がありますね。稽古が入ってて、月曜日から金曜日までみっちりやって、で土曜日はチャートリのハロウィン公演があって、で次の日はハロウィンのスペシャルカラオケナイトで、次の日はなんこれ PR 舞台の振り入れがあるわ。やばい、10月やばい。でもこの中で1日だけ休みあったんですよ。その日に私は福岡に行って、26時のマスカレートさんのラストライブに行ってる何しと何したってことはないけど生きて本当に後悔ないし、よかったけど面白い。すごいなぁ。だから土日絶対何かあったんだよね。1月もねやばかったんだよね。うわ、目が。すごいな。ねえ。いや、私はその時全然自分すごくないと思ってたけど、今思ったらさ、すごいね。やばかったね。客観的になった。もう一度できる？わかんない。もう一度できるかな。多分やるんだろうけど。楽しかったで、めっちゃ楽しかったよ。充実だよ本当。今もだけど本当毎日充実してて、楽しかったと思うよ。多分いろいろあったと思うけど、その中でも、いやーすごいなね、本当よね。あ、そうだね、そうだね。移動中寝てたから多分全然大丈夫だったんだよね。
充実してましたよ。だってその分やっぱりね、楽しい、楽しいし、成長できてますしね。びっくりした。だから今ちょっとなんだよね、ゆっくりなんだよな今ゆっくりしてる。はい、そうですね。確かに。なんかそう、私去年のねレッスン動画見てさ、なんかさ、動きがさ綺麗だったんだよね。なんかびっくりした。いつもと違うレッスン動画見てら、なんかめっちゃ綺麗で、動きが、これいつ？と思ったら去年だった。もしかしたら本当今の自分よりも上手なんじゃないかって思うぐらいに調子良かったのかな、その日。確かに。そうだ、今も今で、そうダンスの先生が見てくださっている限り、そうだね、成長できてるっぽいので、できてるんだろうなと思ってるよ。確かにね、私変わんないよね。なんかどんな時もあのこのテンション確かに変わってない気がする。落ち込んでる時もあったけど、確かに変わってないな。イエーイ、イエーイ。目指すもの、目指すべき場所ありますよ。まずは今年ね、叶えて、もう次のステップ行きたいなーって思ってます。うん、そう、そこがゴールじゃなくて、もうその先も見たいですね。すごいね、その気持ちが今すごいね、なんかどん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 ね、なんか明確になってきてて、
強くなってきてるんですよね。なんかそう、1月の生誕祭でさ、ああやって言葉に出してみたけど、出しながらもやっぱちょっといろいろ思うことはあったんですよね。ああやって言ったけど、何かあるたびになんか本当にいいのかなってなんか思っちゃったりとかして、なんかやっぱダメかもとか思ったしって思ったりとかもしたけど、なんか最近になってなんかさらに強くなってきてますね。うん、強いと思う。なりたいなと思ってます、純粋に。純粋に思ってる。つってみんなとイエーイじゃない、イエーイじゃない、イエーイじゃなくてわーいって言って違いました。まあでも分かんない、その時にならないと気持ちが分かんないけど、でもなんかね、喜びたいよね。選抜発表どうなるか分かんないけど、センターとしてね、名前を呼んでもらえたらいいな。いつあるか分かんないんですよね。そうだね、ヤンマが、ヤンマガも頑張りましょう。そうなんよ、はっきり言葉にできるようになった。でも嬉しいです、それが。そうだから、そうだね、一個ずつ変わらず全部ね大切にしながらやっていきたいですね。そうだね、ヤンマが1位になりたいよね。どういう感じか分かんないけどね。
私とねファンの方が力を合わせたらね強いんで。最近こういう深い話してる気がする。いつからかこういう話になるよね。でもそうだよね、今まで本当全てがねつながってきてるからさ、すごいよね。めっちゃ前を向いてますね。私本当に思ってることしか言葉にこうやって出てこないから。いい一年にしたいね。あと半分。もうね、迷わずに行きます。何の話？迷わずに前を向いていく話。ちょっと反応しとこう。おすすめ。3種類の、うちはビッグうちわですか。何が一番いいかな。インスピレーションで。
ウェディンググッズ人気だよね。意外だね。ウェディング人気だよね。イエイ。ツアーのグッズ、ああ確かに出そうだね。本当ですか。ツアー始まるもんね。ツアーのグッズ何が、なんだろうな。1ヶ月後だ始まるの。まだ決まってないこともあるけど、決まってることもあって、なんかいつも今までよりも結構早い段階で準備してますね。そうなんですよ。ねえ。楽しみだな。順調だと思うけど、わからんね。私はもうね、表を作ってる。大丈夫だよ。表。どうしよっかな、明日髪型。迷うな。グラコン良かったよ、ありがとう。ストレートにしようかなーって今の気分が思ってるますよね。かまこうかなー。ハーフツインにしようかなー。
そう明日。違うな。ポニーテールは違うな。細いミスだね。暑そうだもんな。でも今日ちょっと髪切ったもんなみたいな。すごい、でもすごい、こんなになんかアイドルあるあるで髪型何にしようかなっていうの、アイドルあるあるなんですけど、こんなに答えが返ってきたことがないからびっくり。メンバーに聞いても、なんでもいいよみたいな感じなんよね。こんなに選択肢が、私も私結構答えるんですよ、聞かれたらこれやこれはって。でもあんまり採用されたことはない。カナエピじゃないよ。なるほどな。いろいろつかめてきたぞ。正解は明日の公演で。だんだんつかめてきました。ストレートか負けにするかだなぁとは。でもなんかそう、クラコの時巻いてたけど、
なんかこれは似合ってるのかってなった。似合ってるのかわからん。可愛かった。あれか、あれは可愛いのか。え、そうなんよ。いつもと違う感じだったんですよ。自覚なし、本当に。勉強になりました。ストレートにしようかな。いや、わかんないですよ。明日にならないとわかんないですけど。面白い。そうなんや。明日にならんと分からん。二つではないかな。一つでもないかな。二つはね、浴衣の時にしたからさ。最大2つです。確認します。配信もあるもんね。消去法でも明日にはまた気分変わってるかも。ほんと変わりますからね、気持ちよ。というわけでそろそろ終わります。
日の昼ご飯が楽しみだな。なんだっけ。あ、インスタね。見てください。今日スーパーで買ってきたよね、明日のヘレゴ。お、4000回ぐらい再生。いい感じなんじゃない？自分でもいいねしとこう。自分でもできた。今コメント見てます。おお。喜んでますね。外国の方からのコメントで翻訳してみたら、日に日に美しくなっている。びっくりした。こんな翻訳すごいな。すごい翻訳すごいね。待って、これさ、このコメントさ、リアルタイムなのかな。なんか10秒前のやつが出てきちゃう。なんこれ、すご。これすぐ反映されるんだね。すごーい。てか、なんか自分の動画見るの恥ずかしいですね、なんか。あ、4000回超えた。ちょっと消したくなるな。我に返ってしまうね。見てるってコメント来たんだけど、何これ。まあ後でまた見よう。何これ、何このリアルタイムのコメント。何
これ。ちゃんとね、通知を全部見てますよ。お知らせか、お知らせ。もういいや、後で見よう。ちょっとなんか、うん、無限なんか無限でなんか増えてる。後で見ときます。コメント見るの好きなんですよね。でもそのコメントのあれで おすすめのあるのかわかんないけどね。あれ、いいねの数かな。非公開、あ、え、非公開って反映されない。え、わかんない。どうなんだろう。本当だ。1万63人の方、ありがとうございます。非公開でもコメントだけは出る。あ、出るって。非公開でも出るってコメント。気兼ねなく送ってくだされ。変わったか。変わったのか。もうすぐか。いや、ショールームもすごいよね。コメントリアルタイム。ちょっとラグあるかもだけど。でもね、すごいわ。なんかもっと3年前はもっとラグはちょっとあった気がするんですけど、ね、でもなんかほんと最近全然ない。すごいわ。進歩してるよ。そうなんよ。本当よね。なんだっけ。だってね、いろんな場所にいますもんね、皆さん。分かった。じゃあ読みますね。マンモスさん、神戸のヒッキーさん、辻健さん、セイヤンさん、マイセンさん、ロックオンさん、モモマルくん、フジポンさん、F 渋谷さん、コッペさん、UG さん、立花隼人さん、二の丸さん、ジンタさん、みつるんさん、オーサムさん、ふたてさま、犬ちゃん、ときわさん、もっちーちゃん、メガバイトちゃん、エビスさん、ナオティさん、
健太郎ちゃん、かきひろさん、キャスパー大くん、いなっちさん、猫のおかずさん、エボルタさん、なおやさん、としささん、大木まさよしさん、なりさん、りょうさん、ありがとうございます。よしよしよん、ありがとうございました。バイバーイ。わーい。おやすみー。